『怪盗ではない友達』書いたらめちゃくちゃ長くなりましたお許しください僕の体験を聞いてくださいあだ名がミミズという小学校4年になる少年がいたあだ名の由来は彼の名前にもあったが性格にも関係していて引っ込み思案で 弱々しい少年だった。風貌も薄茶色の T シャツの日が多く根は重々しい二重で少しギョロ目の細顔春に転校してきて早速他の男友達になじられる存在になる別に嫌われていたわけではないそんな彼を人一倍なじっているのが僕だったその頃の僕は いい意味で言えば素直な性格。悪く言うとわがままな性格だったとりあえず自分が一番という大人になって考えると嫌なガキ僕のような性格のやつとミミズが仲良くなるなんて誰が想像できただろう周りには友達はいたし別にミミズと二人で遊ぶ必要もなかったでも僕はなんとなく ミミズが気に入っていた子供の時僕と似たような性格をしていた人には分かってもらえるだろうかちょうどいい子分になるような決して対等ではない友達よく話すきっかけになったのはやはり共通の趣味ガチャガチャ集めだろうかとある漫画関連のガチャガチャだったわけだけど 少しマイナーで話が通じたのはミミズが初めてだったこうして日々半分は他の友達と残り半分はミミズと遊ぶようになったミミズと遊ぶというと僕が勝手に提案したガチャガチャ競争が主どっちが先にシリーズを集められるかとか言いつつ本当に嫌なガキの僕は 平気でミミズから欲しいガチャガチャを横取りしていたミミズは困惑した表情をすると苦笑いでそれを容認してくれた僕はいろいろと彼にわがままを突き通して平気でいたのも実は遊んでやってるという気持ちを持っていたからだミミズは自分から人の輪に入るのが苦手で こっちから話しかけないと来ないからしばしば一人になることが多かったミミズ自身も別に一人でも良さそうだったけど偉そうな僕はもらうだけじゃ悪いからとズれのガチャガチャをミミズに押し付けたりもしたミミズは目をキョロリと動かしてありがとうともらってくれる満足する僕 僕僕、そろそろ家戻る他の友達えもう僕うんミミズが僕んち来る約束なんだ他、お前ほんとにミミズと仲良しだよなあいつ話しかけてもギョロギョロしててよくわかんないんだよな僕 ミミズとは漫画の話ができるからさ夕方になって空が赤くなる頃玄関に戻るとミミズが待っていた部屋で話している時なかなか出てこないガチャガチャの話をしていると珍しくミミズが顔を上げて話し始めた僕の兄ちゃんそれ持ってるんだ え、兄ちゃんも集めてるんだうん今は受験のために集めるのやめてるけど飾ってある2個興奮した僕は早速催促を始めた2個あるなら1個もらってこいよいつにも増して困惑したミミズだったが僕は無理やり丸め込んで 彼を説得し「じゃあ聞いてみる」と言わせることに成功した次の日見事にミミズは幻のガチャガチャをゲットしてきた乱舞してる僕を見てミミズも満足しているようだったが急にまた目をギョロッとさせて「実は兄ちゃん昨日友達の家に泊まって帰ってこなくて」 持ち出したからその自分でも何を言っていいかわからないようだったし僕も「そっか正式に持ち出したわけじゃないのか」と少し後ろめたさを感じたが全てはミミズとミミズ兄の間のことであって僕には関係ないとしてただただガチャガチャをゲットしたことを喜ぶことにした。 一週間かかしたかある日のこと。すごく暑い日だったセミがうるさく鳴き始め僕もイライラしていた僕はセミの鳴き声は正直好きじゃなかったしその後の人生でも好きになることはなかった忘れられない一日の始まり教室に入って席にドスンと座ると ミミズが自分の席から立ち上がり珍しく僕の方に自ら近づいてきた「おはよう」言いかけた時にミミズの顔が蒼白になったのに気がついた○○〇〇くんあのさ兄ちゃんが気づいちゃってさえぇ、ー 2個あるなら1個くらいくれてもいいじゃんって言っといてよいつにもなく強気で無礼な僕どうしてもそのガチャガチャを手放したくなかったいやそれが1個しかなくなっちゃってそのえ一1個2個あったんじゃないの 言ボソボソうミミズからの説明をなんとか僕は理解できたミミズは僕用の1個だけではなくガチャガチャを2個取っていたのだミミズもそのガチャガチャの中身をよく見たかったらしいしかしミミズはそれをなくしてしまったなくしたのはなんとも早い次の日のことだった ミミズアニはしばらく気づいていなかったが昨日ついに気づいてしまったらしくカンカンだというなくしたことは告げてないもののとりあえず一個返せば機嫌を直してくれるはずだとのことただガチャガチャを返せばいいなのに僕はどうしてもどうしてもそれを手放したくなかった もとはといえばミミズ兄のものであるにもかかわらず僕は意味不明な理屈を重ねて断固拒否の姿勢をとったミミズはもう泣いてるギョロ目が潤んでひどく気の毒な顔になっていたのに僕はお前にもらったんだぞお前の兄貴にもらったわけじゃないし何でお前の兄貴に返さなきゃいけないんだよ お願いだよ。兄ちゃんイライラしてて、すごく怒られる。知らねえよ。ああ、だったら出せばいいじゃん、ガチャガチャ言って。無理だよ。そんなことわかってるくせに。きっと、ミミズが僕の顔を睨みつけた。初めてミミズのこんな顔を見た。 ミミズのくせに何なんだよ僕は顔を背けて知らないふりをしたしばらくミミズは僕の隣で立っていたようだが先生が入ってきて目線を戻すとミミズは窓際の席に戻っていった「知らねえよ」とあの ミミズが僕をにらみつけた目がそれが僕が見たミミズの最後の目そして顔朝あんなに晴れていたのにものすごい夕立が来て車がスリップしミミズに激突した即死だったガチャガチャのある店の前で 僕に初めてとてつもない罪悪感がのしかかってきた葬式の時にまともに写真を見ることができずひたすら心の内で謝るばかり「勘違いでも何でもないあの日僕が返さなかったからミミズは店のガチャガチャをやりに行ったんだわらにもすがる思いで」 その時跳ねられたんだ。それで死んだんだ。ミミズが死んだ。僕のせいで。初めてづくしの一日だった。初めて自分の行動を恥ずかしく思ったし、初めて自分の性格というものを考えた。そして何より初めてミミズの立場になってみたのだ。 ミミズはなんであんなに僕のわがままを許してこれたんだろう僕はあんなことされたら絶対怒るのに蹴り入れてるのにいらないガチャガチャなんて渡されても困るだけだしずっとバカにされたら自己嫌悪になりながら寝床についてその日は電気を消した暗闇の中に ガチャ玉が浮かんでた中にはあの幻の怪獣が入ってるミミズの兄貴のでも今は僕のだその時、中の怪獣が叫び始めた小さい目のはずなのになんだか大きく見えてきたおかしい こいつに黒目はないはずなのにきょろりと僕をにらんだのはミミズの目真っ暗だここは真っ暗だよ <laughs> 青ざめて目覚めるとすぐ横からこつりと音がしてガチャポンが落ちた。 夢の中のガチャポン、ミミズから僕が奪った。僕は幽霊はいると信じていたから、この偶然が偶然に思えなかった。それから5日間ほど僕は似たような夢を見続け、ミミズがすぐそばでにらみつけている感覚がどうしても取れず、日に日に食欲がなくなっていった。 家族はもちろん僕の周囲の人たちも僕の異変には気づいていたようだが大切な友達が亡くなったショックだろうと思って当然だった悪かったよ許して何をすれば許されるのか考え続けていたそしてふと気づいたというか なんでそれまで気づかなかったのか。夢の中でもガチャガチャが出てきてたじゃないか。もしかして返せばミミズも無事成仏してくれるんじゃないだろうか、と。いや、そんなことで許されるもんなのか。でも、とりあえずこれはもともと僕のものじゃないんだ。返さなきゃいけないんだ。 僕はミミズの家に走りインターホンを押すとミミズの兄らしき人が出てきた意外とミミズには似てない目をしていたが表情をギョッとさせていたというのも僕の顔が相当やつれていたらしい僕○○〇〇くんの友達ですそれでこれ ああ、これか。あいつ、君に渡してたんだね。はい。あの、お返しします。いいよ、あげるよ。最後に君に渡したんだろう。返します。お願いです。お願いだから。僕は、 泣き崩れてしまった。もう子どもの僕には限界で全て話してしまいたくなってミミズ兄に夢のことなど全て話してしまったミミズ兄は長い間黙っていたそっかそんな夢を見ちゃったんだね怖かっただろう。当たり前なんです あいつにひどいことをたくさんしたしうーんでもさまるまるくんあいつはそんなたたるような性格してないよ確かにミミズが人を恨んでたたるような性格には見えなかったきっと夢とかあいつの気配とかもさまるまるくんが自分を責めるから 見えたり感じたりするんじゃないかなでもああそれに実を言うとあんまり人には言ってないんだけどさ君には特別に教えてあげるけどねはいミミズ兄は声を潜めて話し始めた俺霊感あるんだ 親ににも内緒にしてるんだけどね。今君の周りには何にもいないよもちろんあいつも本当に本当さいいか結構幽霊とかって人の勘違いが大半なんだよ君は反省してるんならそれでいいじゃんなっ 僕は単純だったこともあってその言葉だけですーっと肩が軽くなっていったそれから二三日して僕はすっかり元通りになっていた好き放題に遊び回り食べまくりもした変わったといえば少し前よりは思いやりという心が増えたはず あれは何日後のことだったか。暑い晴れた日の放課後みんなで野原に囲まれた土の上でサッカーをしていたミミズのことなどみんな忘れていた僕も正直もう切り替えていたこれからはみんなにあんなわがままはしないボールが僕の頭上を大きく飛んでいった く、僕取ってくるよ。野原をかき分けていくと最近は遊びに使わなくなった小川が見えてきた思えばそのころから川が汚くなり始めていてみんな臭いと言って近づかなかったのだボールは川の一歩手前で止まっていたボールを手に取ると自然と濁った水面の中にあるゴロゴロしたものが目についた 大量のガチャガチャ。僕らが集めてたシリーズの人気のないやつ。僕がミミズに押し付けた。後ろに冷たい気配と冷たい感触が襲ってきて振り向こうとしたとき、されるがままに僕は川の中に突き落とされた。 川はあんなに日が照っていたのに、ひどく冷たかった。だが、それ以上に、足元に激痛が走る。その時僕の足に、ひびが入ったらしい。思ったよりも小川は深くて、仰向けにのんびりしていたら溺れてしまうから、必死で身を起こしていた。でも、冷たいし、痛いし。 でも足が痛くて起き上がれなくてだんだん感覚がなくなっていったこのままじゃ死んじゃうだ誰か助けて野原にはミミズが立っていた僕の体温はさらに下がっていった何だ これも幻覚なのか幻覚だからミミズの髪がそよ風になびかないのかふと僕は僕はここに来ちゃいけなかったんだと悟ったここはミミズの秘密の場所だったんだなぜか頭の悪い僕にもわかった目の前に立っている 無表情のミミズの気持ちがよくわかる気がした背中を押したのはきっとミミズだったんだろうけどその時は必死だった助けて助けて足が動かないこのままじゃ死んじゃうミミズなら助けてくれるだろう いつもよく見たミミズの顔だ困ってるけど笑ってる顔。おギョろ目を細くさせてその目から涙を滴らせて <laughs> 僕はそんないいやつじゃないよ ミミズが笑う途中で僕の意識は途切れた病院で母に頼んであのガチャガチャをミミズ兄に渡してもらうよう頼んだ断られても絶対に渡すようにとそれからは夢の中でも現実でも彼に会うことはなかった あれからミミズ兄とも会ってないが思うに霊感があると言ったのは僕を落ち着かせるためについた嘘だったんだろうと思うミミズはやっぱりあのガチャガチャを返してほしかったんだあれから僕はだいぶ考え方が変わったまあ まともな考えをするようになっただけその後もミミズのような人間に会うが何でもなさそうな顔をしている彼らも恨むということを知っている決して許してくれてるわけではないのだと僕自身も天狗にならないように気をつけている以上です 読みにくいところもあって申し訳ありませんでした。それでは失礼しました。